上水道、上水道とは、一般に引用可能な水の公共的な供給設備、一般を指す。上水道には単に、水道という呼び方もあり、下水道や中水道などとの区別を強調する場合に、上水道と呼ばれることが多い。水道のルーツは、古代地中海沿岸諸国とされる。当初は、深いところにある井戸の水を遠くに運ぶための水路であったと考えられている。 古代ローマ人は、後世、ローマ水道と呼ばれることになる巨大なネットワークを構築したが、中世以後水備する。水道の近代化は1787年のパリで蒸気式用水用ポンプが使われ、1829年にロンドンで砂ろ価値による浄水設備の設置以降のことであり、鉄製パイプによる水道管の開発など19世紀のヨーロッパで即に発達した。 日本では16世紀半ば、北条氏康の小田原支配時に、早川から水を引き、小田原城下に引用として供した小田原早川浄水が最古の水道と考えられている。豊臣秀吉の小田原征伐に参陣した諸大名たちは、この浄水を見て、治療の浄水解説の参考にしたものと考えられている。徳川家康も、 その一人で、1600年頃の江戸の都市建設のために、井の頭池からいた、神田浄水をはじめ、その後、玉川浄水、仙川浄水などが、江戸の町に引かれていった、後に、青山、亀有、本所、三田の三つを加えて、六浄水と称した。現代から見れば、浄水施設や、括弧給水がないという問題点があったものの、 当時世界で最も進んだ設備を有していた。日本で最初に本格的都市型埋設式浄水道を敷設したのは、佐抜高松藩と言われている。藩主松平頼重は、玉川浄水より9年早い貫へ21年、1644年、矢野部平六に命じて、高松城下に排水マ排水管を地中に埋設した本格的な浄水道を敷設した。また、 日本で現在も使われている最古の水道は、熊本県宇都市にある、とどろき水源を水源とする、とどろき泉島で、宇都藩書大藩主、細川育鷹が、作り分三年、1663年に完成した、ものである。はじめは、丸い土管の水道管で作られていたが、完成後100年ほどして6代目、藩主、細川沖文の時上部で長持ちする、 石の水道管に回収され今日,に至る日本の近代的水道は、1887年、明治20年10月17日に、横浜の外国人居留地で給水されたのが、始まりである。当時居留地では、井戸を掘っても塩水が混じり、引用に適さなかった。そこで、当時の神奈川県知事、沖守方は、英国陸軍工兵大佐の義士、 ヘンリー・エス・パーマーを顧問に招き、資材も英国からの輸入に頼る形で、相模川の上流に水源を求めて、近代水道の建設に着手した。1885年、明治18年に始められた工事は、1887年、明治20年9月に竣工し、翌月から給水が始められた。近代水道は、1890年、明治23年に、 水道の全国普及と水道事業の市町村による経営を姿とする水道条例が制定されたことにより都市部で急速に実用化された。旧来の水道設備が充実していたために整備が遅れていた東京でも1898年、明治31年には多摩川から淀橋上水上をへして市内へと排水する設備が完成した。日本に 近代上水道が導入されたきっかけとしては、コレラなどの伝染病への対策という面もあるが、多少なれど、事業当事者にとっての利順という面も無視できなかった。東京不水道の建設などは、当時の政府、内務省と当時の野党である改新党の思惑に、条約改正をもくろむ、外務省が関わる東京改造計画が絡んだ。日本では、 上水道網の導入が検討されていた明治中期、上水道が需要を集める保証はなかったとされている。特に流水に恵まれた京都市などでは、京都の人がわざわざ金を払って水道を使うだろうか、使うだけの水質の魅力が水道にあるのかと、は,なはだ疑問の目が向けられていた。アメリカ国内の水道事業は個人の井戸から発展したもので、 1652年にマサチューセッツ州ボストンに最初の水道事業体が発足した。1832年にはバージニア州リッチモンドに最初の近代的な浄水場が建設された。アメリカでは植民地時代から1850年頃まで民間による水道経営が主流となっていた。しかし富裕層が多く住む地域での給水に優先的に 投資が行われていたこと、水道会社の利益が最大になる、要水道料金が設定されていたこと、水質への配慮が不十分であったことなどから、公営の水道事業が徐々に増えていった。また、19世紀に入って都市化が急速に発展すると、共に、コレラやチフスなどの水系伝染病が大流行したが、水道が未整備の地域で汚染された井戸水や河川、 漂流水を人力で組んで用いていたことが元であることが明らかとなってからは近代的な浄水場の建設や排水管、給水管の整備が進んだ。欧州や米国では水道事業を民間に開放しているところもあり必ずしも自治体が提供する公営事業とは限らない。イギリスやフランス、オランダ等のように水道事業を民間会社が行っているのが一、的な国もあり これらの国の水道運営会社は世界各国にも進出し水メジャーと呼ばれている。水メジャーの世界三大企業はフランスのスエズとベオリアウォーター、イギリスのテムズウォーターである。この他にもベクテルのような建設関連企業が海外での水資源開発や水道事業の自宅を行っている。歴史的にはリヨン市の水道事業が 民間委託化されたのが1853年であるが、欧米で民営化が広く行われるようになったのは20世紀に入ってからであった。2008年現在、全世界の水道供給人口50億人のうち、民営化された水道企業が水を供給しているのは4億人である。日本の法律では、水道法による水道のことを指し、この定義では、 道管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の相対を言うとされている。なお、日本でも、水道法が2001年に改正され、水道事業の包括的な民間委託が可能となった。2025年には、世界全体で100兆円の市場となると言われている、水道事業には、商社やメーカーだけでなく、 水道事業のノウハウを持つ日本の自治体の水道局も参入へ向けた行動を起こしている。日本国内でも水道の民営化や包括的な委託の受け皿となるべく企業が設立されるとともに一部の地方都市で実際に包括的な委託を受託した例もある。しかし日本国内では大規模な水道事業を民営化したり運営すべてを民間企業に委託。 包括的委託した例はない。なお、浄水場の運転操作や保守点検等の一部分や料金徴収など周辺事業を民間委託している例は多数あるが、これらは水道事業に関わる経営判断を含め多くの部分を民間に任せている欧米の方式とは異なっている。日本国内では経済的合理性や海外進出を考える商社やメーカー等の 企業育成を考えて、水道企業を民営化した方が良いとする意見や、水資源の公共性や、水道の安定供給、安全性を考えて、公営事業ままで良いとする意見など主事ある。また、一部の発展途上国での失敗例、ボリビアのコチャバンバ水紛争等を取り上げて民営化に反対する意見もある。一般の需要に応じて、 水道により引用に適する水を供給する事業のうち給水人口が100人を超えるものを水道事業と言う。水道事業を経営しようとする場合は厚生労働大臣または都道府県知事の認可を受けなければならない。認可を受けた水道事業者は事業計画に定める給水区域内の事業者から給水契約の申し込みを受けたときは 正当な理由がなければ拒むことができず、原則として、水道により給水を受けるものに対し、常時水を供給しなければならない。また、施設を変更したり、料金を変更するときは、厚生労働大臣等の認可を受けなければならないなど、水道法の規制を受ける。現在、水道事業はそのほとんどが、地方公共団体により経営される企業。 地方公営企業によって行われ、独立採算制で運営されている。多くの地域で、個々の需要者と直接契約して給水する、水の小売りは、各市町村の水道事業が担当している。都府県営水道がある地域でも、水の問屋として各市町村に対して給水するのが、普通だ。例外として、東京都23区全域と多摩地区の一部、千葉県北西部の大部分、 神奈川県中央部の大部分などでは、都県営水道が直接利用者と契約して、給水している。また、主に上水道に従事する公務員は、地方公営企業の職員として、水道事業による収入から給与、手当が支給される。一方、主に簡易水道に従事する公務員は、市長部局の職員として、簡易水道事業を所管する特別会計から給与、 手当が支給される。水道事業を行う主体は、都道府県では、水道局あるいは企業庁、企業局の水道部門である。市町村では、水道局、水道部、水道課と呼ばれているほか、上下水道局、建設部などの一部門となっている自治体も多い。複数の市町村にまたがる企業団や組合が、水道事業を行う地域もある。近年、 水道料金の値上げが多く、その理由として、水源地の水利権の高コストや、老朽施設の更新、建設時の借入金負担や市町村合併に伴う、価格見直しや節水へ、意識誘導する目的で単価を上げるといい理由がある。アメリカ合衆国の水道事業体は、環境保護庁 EPA により、市町村水道、専用水道、 季節専用水道の3つに分類されている。世界で水道水が飲める国は少なく、以下の16カ国が安全に水道水が飲めると言われている。日本における水道法昭和32年6月15日法律第177号が定める水質基準は同法4条2項を受けて制定された水質基準に関する省令。 平成十五年五月三十日、厚生労働省令第百一1号及び平成二十年四月日から施行された、その一部改正、平成十九年十一月十四日、厚生労働省令第百三十五号により、五十一項目の検査項目、検査方法及び基準値が定められている。同水質基準においては、例えばカドミウムや水銀などについてそれぞれ許容値が、 定められており、大腸菌平成15年4月1日より、従前の大腸菌群数から変更は、検出が許されない。これに適合しないと、日本国内において、水道水として供給できない。また、蒸気、水質基準とは別に、水質基準に準じて、検出状況を把握し、管理すべき項目として、水質管理目標設定項目があり、 農薬などの目標値が定められている。なお、日本水道協会が全国の水質検査結果をデータベース化して公開している。日本の水道水は蒸気のような水準を満たすように検査が行われていること、水道の技術が世界で最も発達しているなどの理由から、世界でも珍しく問題なく水道水が飲める環境が整っている。また、 横浜市水道局が177人を対象に調査。この調査は公開されていないを行ったところ、9割近くがミネラルウォーターより水道水の方が美味しい。と答えた。なお、1980年代後半までは鉛製給水管が使用されたものの、水道水中への鉛の溶出が問題視されたため、近年は他の材質の給水管への取り替えが進んでいる。 しかし、2009年、平成21年度の調査では、未だに約 7500km の鉛性給水管が残っていると報告されている。日本の上水道では、蛇口地点で塩素が 0.1mgL 以上含まれていなければならず、これによって、大腸菌等のバクテリアの発生を防いでいる。水道の元となる取水した減水が十分に、 正常であればこれだけで十分清潔な水道水が供給できるが、減水そのものが汚れたものであれば、多くの自や塩素酸ナトリウムや自や塩素酸カルシウムを加え、バクテリアを塩素殺菌する必要がある。この塩素は、減水中の不眠質と呼ばれる、主にバクテリア等の腐敗によって生じた多様な有機化合物群と反応して、 トリハロメタンと呼ばれる人の発言性質ができるので、塩素臭による不快感とともに、あまり水道中に加えることはできない。また、塩素に耐性を持つ特定の原虫が混入したりすることもあり、こういった汚れた減水で陰陽の浄水道を作る技術として、水の高度処理技術が生まれた。高度処理技術では、微細な穴の開いた膜を通したり、活性炭を使用する。 オゾンを吹き込むなどのコストのかかる方法をとる。シンガポールでは2003年から下水を逆浸透膜で浄化する高度濾過技術を使ったニューウォーター、ーウォーター計画を進めている。日本の東京都ではすでに行われている。浄水の元となる減水がミネラルを多く含めば、浄水道で供給される水もそのままミネラル分の高いものとなる。 ミネラル分のうちでもカルシウムイオンとマグネシウムイオンの割合が高いものが香水呼ばれ、低いものが軟水と呼ばれる。通常はこの2つイオンの量を炭酸カルシウムに換算して1リッター中に 200mg 以上含まれるものが香水で 100mg 以下のものが軟水と呼ばれる。欧州や中国の大部分は一般に香水が多く、それに適した蒸し料理や油炒め料理、 長時間煮込む料理が発達した。日本や米国は一般に軟水が多く、日本では旨味を引き出した料理や緑茶が発達し、米国では欧州由来のコーヒーが本来の味を引き出せるために薄くなった。1933年、米国のシカゴ万博会場のホテルで浴槽と便器の水が給水管内に逆流し、1409名がアメーバ赤リに罹患し、 98名が死亡した。1948年に日本でも逆流事故によって、腸チフス患者が550名発生し、3名が死亡した。これらの事故をはじめ多くの水道による事故の経験から、日本では水道法と建築基準法が、水槽、プール、流しその他水を入れ、または受ける、器具、施設等に給水する給水装置にあっては、 逆流を防止するための適当な措置を講じることを求めている。逆流を防止するためには、水道蛇口を浴槽や台所シンク等の容器の縁より十分髪型に離して設置してエアギャップを確保することが有効である。これはエアギャップによって水道管内の圧力が断水などによって不圧となった時に管内に汚水が取り込まれる。 逆サイフォン現象を防ぐことができるからである。集合住宅などでシャワーヘッドを湯水の入った浴槽内につけていると万が一断水などで管内が負圧になり、この時シャワーのコックを開けると逆サイフォン現象によって不衛生な水が浄水管内に取り込まれてしまうので注意が必要である。構造的に水道の都市口が容器内に開口する。 フラッシュバルブ式大便器のような水回り器具ではエアギャップを確保することが不可能なためにバキュームブレーカーという逆サイフォン現象を寄せるための仕組みを備えるものがある。大気圧式バキュームブレーカーでは大気圧と管内との差圧によって逆流を防止する仕組みとなっているため逆流防止弁より確実に機能する。日本において水道法と建築基準法は 浄水配管と、その他の用途の配管を直接接続することを禁じている。これは、浄水側の圧力が何かの理由でなくなった場合や、その他の配管の圧力が伸ぼした場合、浄水側に逆流する恐れがあるからである。これを、クロスコネクションの禁止という。アメリカにおいては、多くのクロスコネクションが存在し、事故を防ぐために逆流防止弁が開発され、 逆流を阻止するように設計されているが、劣化やゴミが挟まるなどの機能喪失は完全には防ぎ切れない。そのため、多くの逆流事故が起きている。1993年に、米国ミルウォーキーで現中のクリプトスポリジウムによる上水道の汚染があり、40万人の感染者と400名の死者を出した。また、日本においても1996年に、 埼玉県小瀬町で8812名の感染があった。この5マイクロメートルほどの大きさの微生物は、上水道の通常の消毒に用いられる程度の塩素濃度では死滅しないため、日本を含めた多くの国の上水道ではこの原中の混入がないように随時注意が払われている。コストをかけてろ過フィルターを設置している、水道事業者もある。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。